伸びた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 フラフラめっちゃフラフラめっちゃおろいやなんだこれカオスやなだいぶめっちゃおろいやめっちゃおろいであーうわカオス。そんなめちゃくちゃ危ないなどこ行くねめちゃくちゃ危ないなめっちゃおろいやんやばいめちゃくちゃおもろいもう困ってるやんめっちゃじゃーん元神奈川県警察巡査部長ヨッシー部長とみちゃまるでーすいやすごかったね西成警察強烈だったね強烈だね、うん、結局あれで捕まってどうなのあれあれ多分酔っ払いじゃなかったかな酔っ払いかね多分薬な感じじゃないよね分かんない薬の感じは見たことがないからお天候で倒れてたし多分酔っ払いだしなんで、うん、多分警察署で保護して終わりだと思うんだよねでもあれさ完全に脱いでたじゃない、うんうん、人の前で思いっきり、うんうん、あれは公然わいせつ？なんない？まあまあ公然わいせつは公然わいせつなんだけど、うん、あの西成のおっちゃんをね、うん、その留置場に入れてどうするのっていう捜査経済上、うん、もったいないでしょみんなの税金で賄われるわけですよすべての捜査費用をね、ね酔っ払ってさ出してさ、うん、何日か入れてんのか分かんないけど、うん、無駄じゃない。でも危ないよ。あれ引いたら止まったもんじゃないよみたいにしてる人。あそうそうだから、うん、酔いが覚めるまで、うん、警察署でね、うん留置場じゃなくて、うん、保護棒という、うん、まあずっと檻の中なんですけど、うんまあ、そういうとこに入れるか、うん、あとは、対面監視って言って。うん警察官がその酔っ払いをずっと見てるんだよね、うん、動きを、うんうん、酔いが覚めるまで、うんうん、で酔いが覚めたら帰りましょうっていう感じで、まあ、保護っていう形で終わるんじゃないのかなって僕は思いました、はい、もしさ酔ってなくて公然わいせつだったらすぐ捕まっちゃうのあれ酔っ払ってなかったら多分、うん、危ない捕まるんじゃないかうんでも前あれだよね某アイドルグループのあの人だったよな、うんうんうん、シンゴーって言ってさ捕まったあれは逮捕されたよねあ、そうなんだそうそうそうまあケースバイケースなんだろうけど、うん、まあでもあの西成地区あれ西成にあったんですけど西成のああいうおっちゃんたちも山ほどいるわけでそれを地区一やってたらね留置場あふれちゃうでしょ特別区なんでね特別区なんで違い保険なんでおそらくあれはね、うん、ほぼで終わりだと思うんですけど、うんまあ、場合によってはね逮捕されるような、うんことなんで、うんしないようにしないと思うんですけど、しちゃダメなあれなんでね。あと危ないんでね、あれね。そうだね。普通に車運転してる側が。うわ、そんな。なんかね、
真っ裸とかそんなことよりもさ、自分の車にさ突進してくる人間がめちゃめちゃ怖いよ。あれちょっとぶつかりそうになってたシーンあったしね、うんうんうん、怖いよね。受けようとしてた人の方にネオとか走ってって、ね、そっちの方が気がかりかな。それがなんか、まあ、常習的に酔っ払いであろうと、うん、あんなことしてしまう人であったら、うん、まあ、ぜひ捕まえてもらいたいけど、っていうのが市民目線ですか。だっていないでほしいね、あんな人街中に。怖いでしょ、運転してる人からしたら。じゃあどうしてほしいかコメント欄に。これはここでいいと思います。無駄なんで。またやっちゃうかも。でもまたやるよ。あれ危ないじゃん。やるけど、うん、だからその繰り返しじゃん。逮捕してしょうがないじゃんっていう話。でもずっと入っててってこと。打ち込んでってほしいってこと。そうそうそう、危ないから出てきてほしくない。あ、もうやっちゃいけないって思うまでいなさいってこと。出てきます、しなりなんで。ということでした。はい、はい、という感じでまた次回の動画で会いましょう。はい、そうした。